ドジャースの山本由伸投手が日本時間3月20日、21日に韓国、ソウルで行われるパドレスとの開幕シリーズに先発する予定であることが明らかになった。デーブ・ロバーツ監督が20日、日本時間21日、報道陣の取材に応じ、私が思うに、それは間違いないことだと思う、と明言した。開幕戦に先発すれば、日本選手では2022-2023年の大谷翔平投手、当時エンゼルスに続いて8人目。メジャー1年目の開幕投手となれば、日本人では初の快挙となる。ロバーツ監督は今後の調整次第では、状況は変わる可能性もあるが、それが我々の望みであると言ってもいいだろう、と話した。韓国シリーズに先発登板する予定の投手は山本とレイズからトレードで加入したタイラー・グラスノー投手。指揮官は、彼、山本、はまたライブ BP に登板する。私の考えでは、次の数日の間になると思う、と開幕までの調整の予定も明かした。